こんにちは、福山一恵です。今回も一人カラオケにチャレンジした50代主婦のブログを読んでみたいと思います。2回目、私のおしゃべり最後まで聞いてくださいね。今回はカラオケボックスに一人で入っていって、それが少し前と置いてある機械が変わっていたので、操作がわからない、できない状態でした。曲選びできない。聞いた方がいいよな。恥ずかしいな。ドリカムはどう入れたらいいのか。曲目を入れても古いのは出てこないな。ドリカム後にして福山雅治を入れてみよう。I am a hero。 何度でも花を咲かせよう。誕生日には真っ白なユリを。化身などなど。宇多田ヒカルのオートマチックも入れとこう。口が乾いてきたのでドリンクを頼もう。コーラがいいな。注文の仕方も変わってる。タッチパネルや恐る恐るできました。ああ、コーラない。おかしいな。見つけることができなかったんです。アイスレモンティーにしました。そして少し操作に慣れてきて、やっとドリカムさん、優しくキスをして歌うことができました。すごくキーが高くって歌いにくかったんです。満腹主題歌、あなたとトゥーラッタッタを入れてみました。まあ歌えません。キーも全然合わないし、やっぱり20代の若い時に歌っていた聖子ちゃん、桃江ちゃん、明菜ちゃん、もっと古いマリちゃんなどぐらいがちょうどいいですね。今度はそういうのも歌ってみます。そしてここの使用料は1時間400円。ドリンクは350円でした。案外お安いんですね。今回はここまでにします。聞いてくれてありがとうございます。感謝します。波動を上げるため見て、音を聞いて、歌ってみた。観音菩薩を目指す福山一恵でした。最後にチャンネル登録もよろしくお願いします。穏やかで思いやりのある観音菩薩のような人になりたい福山一恵でした。